はいどうもーマーク・パンサーですさあ今日で2日目 <laughs> 2回目 <laughs> ゆるいゆるいこのグローブマークグロマー今日も始まりましたさあ今日はどんな話しようかねそういえばこんなの見つけてさあのー、ファンクラブがあったじゃない昔ハウス・オブ・グローブっていうで これが編集長みたいなエディター・イン・チーフだったんだよねマーク・パンサーがでシニアエディターがケイコさんっ,て言ったんですよねファウンダーが哲也小室さんでしたね懐かしいなこれこれ何巻ぐらい全巻持ってるファンとかいるのかな、うん、いるだろうねそりゃね大好きだったら全部持ってるんだろうね いや、本当にね、さっきこれ見ててさこの37巻目を見ててさちょうどこの渋谷渋谷のあのライブハウスでイベントやった時だよね懐かしいなあマジでやばいねかっこいいね TK がジャンうん <laughs> 稽古かわいいね いつもチャラいよね服がまたってさやっぱグローブってさめちゃくちゃ服がおしゃれだよねついてたスタイリストがさやばくねついてたスタイリストが本当に何ちゅうの大御所っていうのすごい人でさ僕のスタイリストは当時もうずっとあの島津さんっていう人が僕をやってくれてて。 まあ昔のモデル時代からの知り合いでいつもやってくれててでいつもね表参道のすごいおしゃれなマンションにその人は事務所を持っていてでいつもそこに昼間行くとこうなんかコーヒーを飲みながら僕はちょっと二日酔いでいつもそこに行ってコーヒーを飲みながら「どうする?」とか言って「どういう服にする今回は?」とか言って「すげえの行く?」とか言って「見てみるこの眼鏡」とか言ってこんなのでんかオークリーの。 今はなんか水泳選手とかがつけて結構有名になったやつなんだけどもうあれが出た時にグローブのライブでつけてたの思い出すなあとトランスの頃なんてやっぱすごいかっこしてたよね、うん、髪型も本当にいろんな髪型を試してね、えー、そういえばあの「とにかく無償で」っていう曲を出した時にあの本当は違う。 プロモーションビデオを作るはずだったのにあのなぜかとにかく無性に坊主になりたかったんだろうねカメラ、ま、回った瞬間にさバリカン持って頭を剃っちゃったわねそしたらカメラマンがさ「止めないで止めないで」とか言って「そのままそのまま」とか言ってでそのままワンテイクで撮ってさであのビデオができた懐かしいねなんか本当にいろんななんか面白いことを。 やりまくってたよねえーというわけでもうあまり長くやってもしゃーないんでしゃーなくはないけれどでも長いとなんか長いと見ないっすよーってマネージャーが言ってたからそろそろおはがきっていうかなんかまた来てるんですよどしどしどしねみんなもねなんか別にリクエストじゃなくてもいいのよなんか思い出とかさ、えー、こうなんだよねみたいなことがあったらおフランスの フランスのあれだフランスの大統領選のニュースが今来た <laughs> それいいか別にというわけであの今日のお手紙お手紙っていうかメールが来たメッセージが来たんで行きましょう数アラ送ってくれたのはペンネームミクロさん数ある中から選んだ私のリクエスト曲は「オーバー・ザ・レインボー」ですあ,あいい曲だね私がグローブを好きになった時は中学生でした 自分の家庭環境などが周りと違うことに大きな悩みを抱いていてとても苦しい時期でした前を向くのもつらかったそんな時オーバー・ザ・レインボーの信じたくない出来事を乗り越えてきましたか惰性とか妥協とか堕落とか落ちる感覚がたくさんの希望に満ち溢れてたはずの純粋さを泥まみれにしてしまったその時誰があなたを救ってくれたのでしょうやべえちょっと鳥肌立っちゃったよ という歌詞が飛び込んできて恋愛の歌詞なのかもしれないけれど身内のように可愛がってくれた人がたくさんいたなと気づかせてもらいました今でもいろいろ周りと比較してしまったりして辛くなることもあるんだけれどオーバーザリンボーを聞くと今自分の身近にいるいろんな人に支えられて生きていることを感じ前を向いて生きていこうと励まされます。 なんか追伸みたいこの曲はいわゆるグローブ世代と言われない私の友達にもすごく心に響いたと言われる曲なのでグローブを知らない人にも絶対に一度は聴いてほしいと思う一曲でもありますいやーミクロさんありがとうございますすごいねやっぱグローブってでもそうだよねなんか悩んだりとかさこういう時にさ t k の書くさ詩がさ ってくるんだよねそれでなんかこうほんと救ってくれるんだよね俺もね何度もね TK にね助けてもらったことあるよな。TK ってさなんか先生じゃないでみんな先生先生って言うんだけど僕はいつも TK って言って先生ってあまり呼ばないんだけれど TK はいつも僕に何かを教えてくれることなかったんだよねグローブの,その例えばロスに住んでた時も何か教えてくれるんじゃなくて。 なんかかか一言ととそういうい詩とか何かの言葉でこうなんかメッセージでそれでマークちょっとお前考えてみる自分でちょっとヒントみたいなのを与えてくれるんだよねでそれがねすげえ助かってて当時だってロスに住んでた時なんて本当に日本にもう3年ぐらい帰ってきてなくてさまあたまに帰ってきたけれどこう長くは帰ってきてなくてさ当時も付き合ってた子もいたんだけど結局は。 ずーっと遠距離恋愛で振られちゃったりとかさ <laughs>、ね、でもそういう時にこう悩んでる時に TK のその詞とか言葉ヒントですげえ救われてたような気がしますねまあミクロさんのこの「オーバー・ザ・レインボー」もそうなんでしょうねいやじゃあ今日はえまあこの番組が終わった後に「オーバー・ザ・レインボーの」のオフィシャルをくっつけとくんで皆さんも聞いてみてくださいというわけで。 今日の、えー、グロマー勝手にまたグロマーとか呼んでるけど、まあ、タイトルの方も募集してますので、えー、どん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 、えー、送ってください、えー、コメントのところに書いてくれれば、えー、なんかいろいろ答えていきますので。えー タイトルの方も採用されちゃったりとか今のところプレゼントとかそういうものはないですけどもいずれかはなんかマークグッズみたいなのが挙げられるようになったらいいなと思います。というわけで今日はここまでグロマーグロブマークのマークポスターでした。じゃあねまたねバイバイ。